冗談を言わないでください。落としたのは装飾品ですよ。どうやってこんなものをずっと身につけるんですか。しかしこの陶磁器自体はなかなか精巧な作りをしていて綺麗だな。これは確か千住吉祥門と名付けられていたような気がする。ベルトさんは本当に博識ですね。これは違うはずだ。あまりにも大きすぎる。人痘。これも以前誰かが落としたものなのか。あの時は運気軍もたくさん来ていたからな。いいえ、これは模型です。元気を撮影するときに使う小道具。鳥かご。なんだか英州原野に生息している鳥のことを思い出しました。綺麗な羽があるけど飼いならすことはできない。カゴの中に閉じ込めるとすぐに死んでしまうからです。空を知った鳥はカゴの中では